そうですね、はい、思い起こせばバッティングもいいですよ、この人ね。バッティングもいいですね、確かに ね、あの同期の立浪和雄氏が今ドラゴンズ監督で、ね、少し苦しんでおりますが、ね、本当に元気にしながらですね、うん、野村博之さんも頑張ってほしいという声、解説もいいもんね、はい、非常に冷静、沈着冷静な野村博之がどんなピッチングを見せてくれるか、これは楽しみになりました。ドリームシローズ宮本荒木から野村へ、これもいいですか、そういうことですね、そうか、はい。